何をイライラしてたのよ。今は重要な話をしてるのよ、神岡君。なんで機嫌悪いか知らないけど、考え事なんかしてないでちゃんと話聞いてよね。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。私、担当じゃないもの。なぜ七不思議なの？部長、七不思議の調査にはまだ誰も取り掛かっていないんですか？他の部員が七不思議の調査で忙しいっていうのは、私に事件の取材をやらせるための嘘だったんですね。そうですか。でもどのみちそういう類の取材をするつもりはありませんから。それにお嬢と呼ぶのはやめてほしいと言ったはずです。そこのところはよろしく。
な感じなの？誰が衛兵隊長だって？そういうの好きだね。ところで、星原さんが何とかって言ってなかった？じゃあいいや、衛兵ごっこでも続けて。じゃあね。神岡くん、どうしたの？うん、いいけど、何？私に？でも、私は清涼学園の七不思議だっけ？全部？私が今まで聞いたのだけでも20以上あるけど。そうだね。中でも有名なのはやっぱり七角ペンダントかな。あ、神岡くん、七角ペンダントで何かあったとか？そうだよね。そんなすぐに何か起こるはずないよね。それから階段の踊り場にかかっている絵から描かれている少女が抜け出すっていうのとか、あと自殺した少女の幽霊が美術室に出るとか。神岡くんって怖いものない？